俺はとんでもない神ゲーを見つけてしまったのかもしれない。はい。どうもあの日の少年です。今回やっていきますゲームはですね、すごいですよ。うんこが好き。と好きな女の子に言わせるゲーム。これもタイトルで神ゲーってわかるよな。これゼルダ超えるぞ。ゼルダの伝説これ。はい、ということでやっていきましょう。まあ、多分、そんまんまだよね。うんこが好きって、この子に言わせるんだろうね。このタイトルの画面の子に。主人公の名前、オーゲー。うんこ太郎。デフォルトネームも、うんこって名前ついてるね。うん、気合が入ってますね。お前の名前は今日がうんこ、うんこ三郎だ。うんこ太郎の弟の弟です。間に二郎がやるからうんこ三郎。よし、行こう。決定。うんこ三郎でよろしいですか？オッケー。三郎行こう。俺の名前は、太いうんこ三郎。すごいな。名字ももう、うんこって名前をつけるためにあるじゃない。俺の目的はただ一つ。好きな女の子に、うんこが好き、と言わせることだ。かっこいいよ。もう俺で言う、ガッキーとか石原さとみにうんこ好きって言わせるようなもんだからな。どれだけ難易度の高いことを言ってるのか分かっているのか、三郎。絶対に言わせてみせるぞ。もう気合がすごいもん。もう気合すごいからも絶対言わせられる。朝通学路。あ、この子が。東根、むろこちゃんかな、これ。東根むろこちゃん。すごい名前だな。太くんおはよう。俺の好きな女の子、東根むろこさんが俺に挨拶をしてきた。あー、もういいね。もう恋の予感。どうしよう。あ、もう聞けるじゃん。聞ける聞ける。これ以上ない選択肢があるか？これしかねえだろ。うんこに興味があるか？俺は彼女に挨拶を返し、さりげなくうんこに興味があるかって、さりげなく聞いてももう、拒否反応出るだろうがな。あ、ムロコちゃんどうしたの？東根さんは犬の糞を見るような目を俺に向けると何も言わずに立っちゃった。あれ？関係終わった？そして二度と口を聞いてくれることはなかった。えぇ？なんでだよ！ムロコちゃん！ま、最初にね、最初にうんこに興味があるか聞いたのが間違いだったね。出会って最初にうんこのこと聞かれたら誰だって嫌がるよね。そうだよね。髪型を褒める。あれちょっと待って。あれあれ髪型よく見たら、あれ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 俺は彼女に挨拶を返し、さりげなく髪型を褒めた。いい髪型じゃん。東名さん嬉しそうに微笑んだ。どうやって褒めたんだろうな。まあ、アイスクリームの、ソフトクリームの上の、バニラの部分みたいだねって言ったんだろうな。うんこと言えないわな。俺のお尻からよく出るうんこみたいだねとは言えないよな。一緒に行こう。お、いい感じじゃない。俺たちは並んで歩き出した。好きなことを一緒に歩けるって素晴らしいことだからな。休み時間教室。おー、なんかうんこが進化してる。なんか根元がすごいことになってるぞ。ねねね。東根さんは英語のノートと黒板を見比べうなっている。どうやら、板書ノートに写す前に黒板を消されてしまったようだ。あー、見せてあげなきゃそんなのね。どうしよう。あ、自分のうんこノート、うんこノートって何？あれ、うんこノートって何ですか？うんこノート見せるしかないだろう。俺は知りたいうんこノートのすべてを。俺は彼女に自分のうんこノートを渡した。何うんこノートって。サンキュー。I love you. いいじゃん。反応いいじゃん。そう冗談めかしていい。彼女はうんこノートを受け取った。それからうんこノートを開く。Oh, shit! うんこノートを俺だけつけた。そして二度と口を聞いてくれることはなかった。うんこノートって何なの？まあ、うんこノート、うんこノートとかよくわかんないものは貸しちゃダメだね。自分のノートこそ。好きな女の子にうんこノート貸すやつあるか！俺が選んだんだけども。俺は彼女に自分のノートを渡した。見てくれ。Thank you, I love you. そう冗談めかしていい。彼女はノートを受け取った。いや、もういい感じだよ。関係性はすごいいい感じ。もう最高潮に達した時にうんこが好きって言わせよ。それから丁寧な字でノートを打ち終わると俺にノートを返した。返されたノートを何気なく見ると、ページの隅に彼女の好物のチョコソフトクリームの絵が書いてあった。紛らわしいな。なんでソフトクリームなんだ。昼休み屋上。昼飯のカレーパンを片手に屋上へ行くと、壁際に立ち尽くす東根さんを見つけた。よく会うな、学校で。どうや、泣いてるらしい。なんでどうした、なんかあったか。どうしよう。こいつ。いや、泣いてる。彼女にはさ、ただ黙ってうんこについて熱く語ろう。それしかねえだろ。俺は彼女の隣に立ち、おもむろにうんこについて語る。泣いてる。好き
きな子泣いてるのに隣でうんこのことについて語り始めるのに、もうやばいでしょ。やばいやつでしょ。一度語り出すと止まらない。気がつくと昼休み終了のチャイムが鳴っていた。どういうこと？お前どういう感性してんの？隣を見ると彼女はもういなかった。そりゃそうだ。そして二度と口を聞いてくれることはなかった。そりゃそうだろ。それからも話しかけてきてくれた方がびっくりするわ。ただ黙ってそばにいてあげる。これが一番素晴らしいことなんだ。俺は彼女の隣に立ち無言でカレーパンを食べた。私引っ越すんだ来月。え！嘘だろ。もう時間がないってことなのか。それきり何も言わなかった。うわぁ、マジか。昼休み終了のチャイムが鳴るまで俺たちはただ黙って一緒にいた。おい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 、早く言わせねえと時間がねえぞ、サブロー。放課後、公園前。夕暮れの中、俺は自宅へ向かって歩いていた。途中の公園で東根さんを見つけた。よく会うな、今日は。4回目だぞ、これで。近づいて声をかけると、彼女はゆっくり振り向き、俺を見た。もう、もはや運命だよな。太いくん。彼女は潤んだ瞳で俺を見つめてくる。あ！てっぺんのうんこが、ハートマークになってる。これ、ここしかないだろ、チャンスは。どうしよう。いや、いける。今ならいける。うんこが好きか聞いても、彼女なら受け入れてくれるはず。俺は彼女にうんこが好きか聞いた。東根さん。ああ、割れた。俺のうんこが、彼女の潤んだ瞳は死んだ魚の目に変わった。見たな、これ一番最初に。彼女は去っていた。どうしてだよ！どうしてだよ！そして二度と口を聞いてくれることはなかった。どうしてよ、東根さん。うんこが好きって、言ってくれよ！もういい感じだからもう、余計なことしねえわ、もう。うんこがなくたって俺と東根さん運命の糸で繋がれてるんだ。俺が見つけ目返すと彼女は絵を消して寄せて口を開いた。引っ越して離れ離れになるって分かって初めて気づいた。自分の本当の気持ちに。え？嘘だろ。マジで言ってんのか。二重くん。いや、うんこサブロー。いや、やめてそれ。その名前嫌いだからやめて。私は、君が、うんこサブローが好き。え？言った。サブローっていう言葉がなきゃいけたか、これ。私と付き合ってください。うんこサブロー。俺たちは恋人同士となった。ええ！しかし結局、うんこが好きと言わせることはできなかった。ああ、これ名前詐欺じゃん、そんなんね。ここで名前をうんこにすることで、あれか、いけるってことだよな。俺の名前、うん。目的は好きな女の子にうんこが好きと言わせることだもんね。よし、言わせよう。東根さんに好きと言わせてく見せる。俺は何としても。なんやかんやで放課後になったって今言ってたな。ずいぶんすっ飛ばしてきたな。放課後公園前、夕暮れの中俺は自宅へ向かって歩いていた。途中の公園で東根さんを見つけた。見つけた、やっと見つけた。近づいて声をかけると彼女はゆっくり振り向き俺を見た。太いくん。来た。俺の時代が来た。彼女は潤んだ瞳で俺を見つめてくる。俺が見つめ返すと彼女は絵を消して寄せて口を開いた。引っ越して離れ離れになると分かって初めて気づいた。自分の本当の気持ちに。お、来たな、これ。太いくん。いや、うんこ！あ、来た。呼んでくれた、ついに。私は、君が、うんこが好き。よしよし！イエス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 ！来た。言わせた、ついに。これが好きな子に、うんこと言わせるゲームの、最高潮ですよ。やった。ついに俺は、好きな女の子に、うんこが好きと言わせた。目的を成し遂げたんだ。俺が余韻に浸っている中、彼女は続けて言う。私と付き合ってください。え？これ付き合わないってことないよな。俺たちは恋人同士となった。ああ、来たな。一応、静かに互いに見つめ合う。と、彼女が何かをひらめいたかもしれない。思ったんだけど、その髪型変化するの何なの？特殊能力か何か。そういう遺伝子のもとに生まれてきたの、君は。と、彼女が何かをひらめいた顔した。恋人になったんだから、私のことも名前で呼んでほしいな。それと、ちゃんと君からも好きって言ってほしい。ムロコちゃんだよね、これ。俺は心よく承諾し、きちんと言葉で伝えた。俺は、ムロコが好きだ。ん、惜しい。え？今のセリフ、名前ひらがなにして真ん中のつはちっちゃい。でお願い。あと最初の俺は、もう最後の段もいらない。ということ？
東根しつ子っていうんだ。名前はひらがなして真ん中のつ。え？しつ子っていうのお前。ってことは、しつ子じゃなくてしっこって読むんだこれ。しっこはよくわからないこだわりを見せる。指摘通りに俺は言い直した。まさか、彼女も彼女で、俺のような目的を掲げていたというのか。しっこが好き？めっちゃ笑ってる。俺の言葉を聞いて、しっこは何かを成し遂げたような顔でなって。嘘だろ。俺みたいなアホみたいな目的を掲げてる奴が、この世界にもう一人いたというのか。あ、終わった。ハッピーエンド。ハッピーエンドなんだ。あ、でも、そっか、目的のうんこが好きって言わせちゃった。やればできるな、俺。